皆さんこんにちは。ここドバイで宿泊しているホテルのベランダから撮影しています。結局ドバイには6日間いました。今回ドバイに放送したのは砂漠でのツアー、その前にカウントダウンの様子だったか、この2つを放送したと思うんですけど、動画にはしなかったんですけど、ドバイでのモデル事務所とのやり取りも実はしていて、今後、もしかしたら面白い展開が起きるかもしれないという状態になっています。その辺は何か展開があれば、また僕の YouTube を通じて皆さんに報告しようと思っています。このドバイの旅の次はですね、バーレン王国に行こうと思います。どこだって思いますよね。バーレンっていうのは、それこそこの間のサッカーのワールドカップがあったカタールのすぐ上ですね、位置関係の上に、本当小さい島なんですけど、ここがね、バーレン王国という国で、せっかく中東このドバイまで来たので、普段なかなか行けないから、だったら少し足を伸ばして、面白いとこ行ってみたいなということで、このプランにしました。で、今ネットで調べると、バーレンっていうのはペルシャ湾に浮かぶ30以上の島からなる国の一つですね。で、古くから貿易ルートの中心地として栄えた国だそうです。何があるんだろうね、バーレン。イメージで言うと、ほぼドバイと変わらないような感じがするんだけど、実際行って、現地でどんなものがあるか、どんな人々が生活してるのかっていうのを見て、肌で感じてこようと思います。それでは、今回の映像は、バーレン王国です。行きましょう。以前バンコクのスワナプーム空港でも紹介したタックスリファンド、ドバイでももちろんできます。空港のエリア1っていうところにこういうカウンター VAT リファンド、ここで受けることができます。I'm sorry? What time is the departure? 1 PM. Destination? Bahrain. So this one after immigration, we have second count tax free. Mm-hmm. Show him this receipt and the jewelry as well. Okay. Then you can take the refund. Okay. So that process from here done. Good. Thank you.今回の旅は前回のドイツのようなことはまだ起きてません。順調です。ただ一つ言えるのは、このドバイの空港もめちゃくちゃ広いんで、来る人は早めに飛行場に来た方がいいと思います。電車に乗ってターミナルの移動もあって、そこからさらにこうやって歩かないといけないので、ドバイの飛行場も搭乗ゲートにたどり着くまでに時間が随分と必要です。バーレン王国に着きました。第一印象、寒い。ドバイから来たからあったかいのかと思いきや、バーレンは今冬だから寒いです。でもジャケットか、でも薄手のダウンジャケットはあった方がいいぐらいの寒さ。ちょっと半袖でいるの俺だけだね。そしてバーレンの国際空港すごく綺麗。ドバイの飛行場が意外と古くて、ちょっと衝撃を受けてたんですけど、変わってバーレンはめちゃくちゃ綺麗、最新だわ。さあ今イミグレーションを通過しました。バーレン王国は入国するのに、5ディルハムを払う必要があります。これはビザですね。
日本円すると今日のレートで1750円ぐらい。このビザを払うことによってバーレン王国に14日間日本人は滞在することができるっていうことです。知らなかったな。最初払えって言われたから何のお金だと思ってね、聞いたら滞在のビザだってことなんで、さあカバンを取りに行こう。ではバーレンの飛行場に出ましょう。うわー、めっちゃ綺麗。そんなに人いないね。うわ、素晴らしく綺麗な飛行場。レッツゴー。匂いがなんか独特だな、これ。なんて表現すればいいのかな。でも、外国って感じの匂いがします。ドライバーに迎えに来てもらいました。今のところ飛行場の周りは特に大きな建物がないから、なんとも分かんないけど、この国の感じが。 So we have two different seasons, summer and winter. When do we come? We can't stay outside. We need to jacket. How about in summer? How much temperature going to?45 degrees, yeah, near 50. Crazy. That's a jail, right? Oh, this is all new residential area. Really? Yeah. So what is the call this area? New hit. Hit. New hit. さあ、街の中に入ってきました。と言っても、もうホテルの近くなので、ちょっと細い路地になってるんですけど。さあ、今回バーレーンでお世話になる宿はここです。ハッピーデイズっていうホテル。Hello, check in please.Thank you. 綺麗だな。さあ、ここが今回撮った宿です。綺麗だね。広くていいんじゃない。東京のビジネスホテルって感じなのかな、価格的には。お風呂場はこんな感じ。これ二つ並んでるんだよね。ドバイもそうだったんだけど、こっちでトイレをして、ここでどうもね、お尻を洗ったりするらしい。で、バスタブ付き。夕方はちょっと寒いね。おぉ、こっちの車はほんと、恐ろしいな。止まんねえわ。バンコクみたい。人口が175万人ぐらいってことなので、以前行ったスロベニアと似てますね。あそこは約200万人だったはずなので、そういう国です。ドバイを街の首都として、このバーレーンっていうのは郊外に来たっていうような感じが、近いのかな、感想として。今回のこの YouTube はバーレーンの食事を紹介して終わろうと思います。今、街の中歩いてたまたま見つけたレストランに入ったんですけど、すごい美味しそうなんですよ。こんな感じ。ほら、これはね、ハムスって言って、パンかな、パンって言えばいいかな、ナンみたいなものをディップして食べる、こっちの独特の食べ物です。見たことないものも結構あるね。で、今日ドバイから来たばかりなので、このメニューを見て驚いたのは、ドバイと比べるとバーレーンの方が安い。ドバイの食事はほんと高かったです。あっという間にお金が消えるんじゃないか、もう泡のように消えてく値段の高さでした。さあ、今回頼んだのがマッシュルームスープと、これはミックスグリル、
もう結構いっぱい入ってるね。最高だ。でこれはよくわかんない未知の食べ物なんで挑戦しようと思って注文しました。そしてこれはチキンとあのクリームソース、あとはポテトだね。でおかわりのナン。優しい味だわ。次はですね、これちょっと見たこともない葉っぱで包んだものだったんで好奇心で頼みました。レモンかけて食べるみたい。手でいっちゃっていいかな。匂いは、あ、ごめん、今レモンかけたからレモンの匂いしかしないな。いや、まず美味しいかまずいかで言ったらめちゃくちゃうまい。中に、ごめん噛んだとで申し訳ない、中にお米と、お米とこれ何入ってるのか分かんないけど、味で言うとピクルスに近い、すごく酸っぱくて、酸っぱいお米を食べてるって感じかな。で周りで包んでるこの葉っぱがお餅あるじゃないですか、葉で包んだあの葉に似てる気がします。なんていう歯だったか、名前出てこないから見えないけど、恐る恐る食べてみたけどこれはうまい。続いてミックスグリル、これはまあ日本でいうナンだね、よく見慣れた。うわー、いろんな肉入ってる。どうやって食べればいいのかな。多分このナンの上にこのソースのようなものを乗せて、自分の好きなお肉を合わせてサラダも置いてこうやって食べるんだろうね。いただきます。うまい。美味しいけど、でもこれはそこまで驚く美味しさじゃないかな。ソース、これね、独特なスパイスを効かせてる感じがする。辛さとかはないんだけど、なんていうかな、ハーブが効いたような味付けになっているので、パクチーとか嫌いな人は食べられないのかなっていう、パクチーではないんだけどそんなような感じの香りがします。さあ次はこちら、ではオープンします。うわ、外の衣パリッパリだね。揚げ方いいんじゃん。はい、中はこんな感じ。うわ、めちゃくちゃ柔らかい鶏肉。鶏肉も美味しいけど、これはね、周りを包んでるこの衣が美味しいね。ものすごくパリパリしてて、で外の食感と中の食感のこれを楽しむって感じの料理じゃないかな。でクリームはパスタディアのクリームソース、本当にあのソースと同じ味してます。おっと、ちょっと待った、二口目食べたらチーズにあったぞ。これ中にチーズも入ってる、うん、まっ。はい、ということで今回はドバイからバーレーンにかけての移動、そしてバーレーンの様子をお届けしました。味はね、もちろん美味しいです。日本人の口に合うと思います。もしこの辺の中東までね、来ることがあったら、ぜひ足を伸ばしてバーレーンまで来てみてください。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。またお届けします。日曜日お会いしましょう。さよなら。